集団として統一感はあるものの、うん、それぞれの個性をそれぞれ出すっていう感じね。そうです、そういうイメージ。内側は、内側はほらガラスやから、うん、このまま花に使っていけても問題ないし、うん、これがアルミに銅粉を吹きつけたって言っていますか。で、緑青は本当に緑青を吹かせるとちょっと青黒くなる、銅を黒染めする、そう、銅を黒染めして、あの緑青を軽く吹かせると、まあ黒染めした時点で緑青は吹くんやけど、この間はこっちはあの真鍮か、あ、こっちが真鍮、なるほど、うん、裏見てもいい、両方からこうなるように、ここが真鍮で、ここが銅、真鍮銅、あ、そうか、あれ、そうか、表から、でもあれ黒く見える、黒く見えるところ裏から見ると茶色い、これはほら銅薬品ついてるのはこっち側だけで、うんうん、こっちはアルミの層があるから、これブラストっすね、はい、あ、見たい、今つるっとした感じ、はい、これをなんと、いきますよ、はい、こんな感じでやると真っ白になる、鉄の玉を、こういう鉄の玉を当てます、はい、原理はあれと一緒なんでエアーじゃないですけど、これはモーターで、はい、ちょっと強くなった。エアーじゃない。ここに羽があって、へえ。ペシペシこう、なんですか、うん。ピッチングマシーンがたくさんある感じ。なんていうんですかね。時間かければかけるほどどんどん、本当だ、汚れてますけど、すごい時間かけるとこれぐらい、ちょっともう芋のっぽくなるというか、どれぐらいやったらこうなるんですか。あ、でも10分ぐらいとかですね。あ、そうなんだ、芋のだって柔らかいんで、うんうん、もっと跡がつきやすいんですけど、うんうん、120番はい、石と水とコンパウンド入れて回すっていう、こんな感じで、さっきの数珠掛けが、これは多分取り出し忘れかな、で入ってます。ここを押すとぐるって回ります。アルミの鋳物でピンホール潰したい時にもう全面にこれ当てて、それから磨くとかやったりします。まあ、黒じゃなくても、螺鈿どんな色でもいけるもんね。螺鈿どんな、くっつけるベースがってことですか。そうです、アルミだからなんか、あ、できます、できます。綺麗。
サンプル忘れました。あれつけてないよね。つけてない状態ですね。綺麗にしてくれたんですよね、佐野さんが。ここバリバリとか一回佐野さんが処理して、これも私好きだけど、この色したい、したい。すごいですね。ここであったりとか、移動であったりとか、設置であったりに万が一擦れても、このアルミの色がスッと出るよりは、まあ、この辺の鈍い色が上げた方がいいやろうということで、うん、まあ、あとはどうしてもアルミと真鍮言ったら、まあ、ちょっと物理的にというか、科学的に電磁剥離っていう、電位差が発生することによって錆びやすいいうことがあるから、アルミと真鍮だと錆びやすい。そう、真鍮とか銅とか。そのやつよね。まあまあいい感じ。全然素敵だと思いました。ありがとうございます。デッキのままだったらやっぱちょっと。なんか挟まったっけ。あれ、佐野さん1個すいません、質問で、そう、さっきのブラケットのやつで、ブラケットの外側の樹脂は取ってるっぽいんだけど、内側のやつは取ってないのかな。ちょっと待ってね。ファイル番号が知りたい。内側は取ってない。あ、じゃあ内側は色もそのまんま、色もそのまま、色はそのままっぽいね。灰色っぽい。そのままでいいかな。こっちでした。こっちはそのまま。で、これは取ってました。あ、これは中か。中。じゃあ、まあ住所もまんまだね。そのままでいいかな、その内側のやつは。いいような気がするけどね。だいぶ隠れてるからね。OK です。ちょっとそれで相談してみる。はい。はい、ありがとうございます。はい、すいません、後出ししました。これでいきます。分かった。ちょっと一回外して、これはやるっていうのが硬そうです。めっちゃ硬いのかな。なんか硬い、ね、硬いですか。大丈夫、大丈夫。いいんやけど、ここを取って、あ、さっきの写真を示して。あります、これでいいですか。あ、そうですね、そんな感じになってます。そうですね、そうです。はい、で、ちょっと一個写真を見せます。はい、これが今佐野さんに電話した時の状態で、多分これが取れてるんですよ。これそのままやね。これこの外側ね、これは外れてて、この中は使ってる感じです、ね。中使ってる。これって この間におるやつじゃない？あ、それがこれじゃないですか？これ内側じゃないかな。あ、これがここか。ああ、なるほど。これはそのままね。これはいらない。ってなって。はなんとなく、これはいらない、うん、あ、これお願いできたらですね、これは内側やから。そうですね、大丈夫。別にの、頭だけね。はい、だから3台、こっちにしろ。触りたくなっちゃう。まずこれすごい、どれぐらい時間あるか。そうですね、全部切り替えできないか。うわ、すごい。鏡だ。